あ、マイヤーズ司令、お疲れ様です。まだ謎の部分もありますけど、だいぶ解明が進みました。当事者からも助言をいただいていますし、私らだよ。あの時紋章機に乗っていた人間として、当時の様子などをお伝えしていたところですよ。おかげでとても助かりました。原因の究明は難しいですが、何が起こったのかに関してはもうじきご説明できると思います。いいえ、こういう状況でこんなことを言うのもなんですが、楽しんでいます。ロストテクノロジーの謎を解き明かすことこそ研究者である私たち月の巫女の使命であり、無常の喜びですから。小さな女の子ですか？ノア。いえ、そういう子は見たことがないですね。何かの見間違いではありませんか？なんだい？面白そうな話だね。小さな女の子。タクトってはそういう趣味があったんだ。人は見かけによらないね。冗談はさておき、ちょっと気になりますわね。話が本当だとしたら、その女の子は何者だったんでしょう？単に寝ぼけてただけなんじゃないの？夢でも見たんでしょ？でも、エオニア軍のスパイということも考えられますわ。その可能性もあると思いますわ。だとしたら大変じゃないか。こっちのデータが盗まれたかもしれないんだよ。エルシオールも紋章機もロストテクノロジーの塊です。そう簡単に解析はできないと思いますが。まあ、何かあったらその時に考えればいいさ。じゃあ、私はそろそろ行くよ。私もお先に失礼させていただきますわ。はい、お任せください。あら、タクトさん。ええ、ちょうどよかったですわ。タクトさんにお話がありましたの。はい、タクトさんはエオニアのことをどう思いですか？同感ですわ。恋を奪うだけならまだしも、その後のエオニアの行動は常軌を逸しています。反逆の動きを封じるために無関係なファーゴやロームの一般人まで巻き込むなんて、とても信じられませんわ。こんなやり方では新たな反発を招くだけですわ。人心を掌握することなど、とてもとても、もっともそんな配慮は欠片もないようですが。
そんな人間が広告を支配することになれば、政治は乱れ、経済や文化も衰退し、ひいては社会全体が荒廃するでしょう。ポクトさんもそう思いませんこと？私もできる限りのことをいたしますわ。その志があればきっと道は開けます。やっぱりタクトさんが指令のままでいてくれてよかったですわ。司令官に就任してくださったんですってね。バニラさんから聞きました。はいはい、こちらこそ。本当ならもっと喜びたいところですが、すみません、今は。近くの外壁に被弾したせいで波を起こす装置が故障しましたが、大したことはありません。ですが宇宙クジラが悲しんでいるそうです。いえ、そうではありません。ただ心が痛いんです。一夜のうちにここ400年分と同じくらい、いやそれ以上の人々の嘆きと悲しみを聞いた。宇宙クジラはそう言っていました。宇宙クジラが言っています。気にするな。お前たちはお前たちにできることをしてくれ。いずれ決断の時が来るだろう。勇気を持って前へ踏み出すがいい。だそうです。いいえ。それでは僕は動物たちの部屋の点検途中なので、これで失礼します。私たちにできること。大勢の人々が亡くなりました。私は見ていることしかできませんでした。分かっています。でも亡くなられた人々の家族や友人の悲しみを思うと胸が痛みます。タクトさん、私たちはこれからどうすればいいのでしょう。私も同じ考えです。私にできることがあれば何でもお言いつけください。タクトさんの言葉を聞いていると安心できます。やはりタクトさんが司令でよかった。それでは所用がありますので、私はこれで失礼します。
されました？はい、おかげさまで。みんな怪我もなく無事です。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか？わかりました。では少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。治療終わりました。すごい、もう痛くない。どうもありがとう。あら、マイアズ司令、いらっしゃい。いえ、ちょうど今終わったところです。それよりバニラから聞いたわよ。また司令に戻ったんですってね。そうね、なんか不思議よね。もっともこういう非常事態の結果そうなったというのは皮肉な感じだけど。司令が気を落とすことはないわ。あなたは立派に戦っている。これからもよろしくお願いね。ウギウギです。目を離すと心配なので、なるべくそばに置いておこうと。いえ、いつ自分の部屋が被弾しないとも限らないですから。大丈夫よ。さっきはたまたま防御システムがダウンしてたせいで被害が大きかっただけなんだから。そうなのですが。もちろんよ。ナイスアイデアだわ、司令。それではケイラ先生、今度の戦いからはウギウギをお願いしてもいいですか？ええ、任せて。後で世話の仕方を教えてね。はい。あら、タクトじゃない。あんたもトレーニング？別に無理なんかしてないわ。なんか無性に体を動かしたい気分だったのよね。それより、あんたも見たでしょ？紋章機の翼。私もびっくりしたわ。紋章機は生まれ変わったのよ。あの時ね、
紋章機から私の体にすごいパワーが流れ込んでくるのを感じたの。私まで生まれ変わった気分だったわ。そうよ、すごいことだわ。操縦した感じも今までと少し違ってたし、それにあんな綺麗でかっこいい翼なんだからきっといいものに違いないわ。タクトもそう思うでしょ。そうでしょそうでしょ、私の勘は正しいに決まってるわ。それがもう今までと断然反応が違うの。まるで私だけのためにチューンナップされたみたいだったわ。この生まれ変わった紋章機があればエオニア軍なんか目じゃないわ。あいつらにやられた人たちの仇を取ってやる。あ、タクトさん。はい。今日はベッドに入るとすぐ寝ちゃうんですけど、今日はなんだか寝つけなくて。ねえタクトさん、エオニアさんはどうしてあんなことをしたんでしょう。はい、私よくわからないんです。エオニアさんって5年前まで広告に住んでいたんですよね。だったらお友達もいたんじゃないでしょうか。他にも子供の頃の思い出の場所とか、今みたいなやり方を繰り返していたらお友達も思い出の場所もみんななくなっちゃいますよ。それでも構わないんでしょうか。やっぱりわかりません。どうしたら広告を、世界をそんなに嫌いになれるんでしょう。この世界には面白いことや楽しいことや美味しいものがたくさんあるのに、それ以上に悲しい思い出があるんでしょうか。だけど自分が不幸せだからって他人も世界も同じように不幸にしてやろうっていうのは良くないことだと思います。私変なこと言ってますか。はい、そうですよね。私たちが頑張らないとたくさんの人たちが困っちゃうんですよね。よーし、頑張るぞ。はい、それでどうやってエオニア軍を倒すんですか。本当に大丈夫なんですか、タクトさん。わかりました。きっと何とかなりますよね。私、タクトさんを信じてますから。あの、タクトさん？つい今しがたですわ。ご気分が優れないようですが。そうですか。
タクトさん。タクトさんならきっと大丈夫ですわ。この戦いにも必ず勝てます。聞いていなくてもタクトさんの気持ちが痛いほど伝わってきますわ。タクトさんには苦しい戦況を何度も乗り切ってきた実力と経験があります。それに紋章機とエルシオールの新しい力も。それを使う私たちパイロットや乗組員もみんなタクトさんのことを信頼していますわ。その絆は何よりも強い力になるでしょう。タクトさんなら大丈夫です。きっとうまくいきますわ。お役に立てて何よりですわ。そうですわね。舞踏会ではそんな時間もありませんでしたし。この戦いに勝てばのんびりできる時も巡ってきますわ。ええ、私もですわ。はい、なんだか不思議な気持ちになりますわ。それでは私はお先に休ませていただきます。いえ、こちらこそ。おやすみなさいませ。タクトか。私は良いことを思いついたぞ。エオニア目を打倒し反乱軍を一掃する名案だ。うん、そなたと私が結婚すればよいのだ。さすればそなたは広告軍を思うがままに指揮できる。私も思う存分そなたとダンスができる。それだけではないぞ。反乱軍討伐の働き次第ではそなたに継承権第一位の座を譲ってもよい。そうなればタクト、そなたがこうだ、うん、何を申す。私はん、寝ぼけてなどおらん。ん？わっ！なぜそなたがここにいる？そうか。そうだったな。私はタクトに。マイヤーズに。うん。ではタクトよ。私はさっき
妙なことを口走ってはいなかったか。そうか、やはり。冗談か。そうだな、そう思うのが当然であろうな。いや、良い。そなたは悪くない。タクトさん、僕です。ちょっとよろしいですか。はい、宇宙クジラから急ぎの伝言を預かってきました。信じられないかもしれないが、彼女の気持ちを真面目に聞いてあげてほしい、だそうです。タクトさんが今しがた会話していらした人だそうですよ。そういえばわかるだろうって。とりあえずよろしくお願いします。それじゃあ僕はこれで。タクト、クロミエは何の用だったのだ。な、そうだ、私は女だ。その理由は私自身にもわからぬ。誰からも、シャトヤーン様からさえも訳を聞かされていないのだ。そうだ、このことを知っているのはシャトヤーン様とこの船にいる侍女だけだ。皇族も政府も真実は知らなかったと思う。私はあくまでも王子、男として扱われていたからな。もちろんエルシオールに乗っている月の巫女たちもエンジェル隊の者たちも私が女であることは知らぬはずだ。ならば、女であるという確たる証拠を見せた方がよいか。そうであろうな。今の状況下で私の出生が疑われるのは好ましいことではない。タクト、そなたに頼みがある。この事実は今しばらく伏せておいてもらえないだろうか。そうだな、我々の間ではそれでよいだろう。願いを聞き入れてくれて感謝するぞ、タクト。あ、それから、その、さっきの私の寝言は忘れるがいい。決して気にしてはならんぞ。では、私は部屋に戻るとしよう。邪魔をしたな。
マイヤーズ司令とエンジェル隊はブリッジまでお集まりください。繰り返します。マイヤーズ司令。うん、遅い。待ちくたびれたぞ。紋章機とエルシオールに起こった現象の説明に芝王子にもご協力をいただければと思って私からお願いしたんです。ぜひ説明を聞きたいね。私らもずっと気がかりだったんだ。はい、昨夜の戦闘中エルシオールと紋章機に起こった現象なのですが、調査の結果、紋章機もエルシオールも制御系、動力系などの全システムが新しいものに書き換えられていました。つまり見た目こそ今までと変わりありませんが、その中身は丸ごと生まれ変わったとも言えます。やっぱりあれは暴走ではなかったんですね。でもあの時外部からはこれといって不審なアクセスはありませんでしたよ。外部からの干渉ではないわ。新しいシステムデータはエルシオールと紋章機の内部にずっと眠っていたものだったの。そうです、ご存知の通りロストテクノロジーには未知の領域が数多く存在します。その解析がある程度進んだ技術は宇宙船などにコピーして利用しているわけですが、紋章機とエルシオールに使われているテクノロジーについては私たち月の巫女の必死の研究にもかかわらずほとんど謎のままでした。ロストテクノロジーの結晶とか言われてるけど、要はブラックボックスばっかりでオリジナルのまま使うしかなかったってことだろ。そう言われると立場がないですね。ですが昨夜の事件でその謎に迫る手がかりがようやくつかめたんです。まずシステムの更新についてはパイロットの精神状態と何らかの関わりがあるのではないかと推測していますが、詳しいことはまだ不明です。ただあの翼が出現している間、紋章機の攻撃、防御、機動性などあらゆる性能が向上していたことは分かっています。またパイロットとヘイローシステムの同調率も各機 100% を超える数値を記録しています。これらの状況からあの輝く翼が出現している間、紋章機はその持てる性能をフルに引き出していたものと思われます。 100% を超える数値？あの、いくらなんでもそれは何かの間違いなのでは。私たちも目を疑いましたが、これは事実です。理論限界値以上の性能を引き出していたことは現在の紋章機からも見て取れます。どういうことですの？スロットルや照準といった操縦系統が今までの調整では不可能なレベルまで最適化されていたんです。つまり各パイロットの特性や癖に合わせてチューニングし直されたといえます。やっぱりそうだったんだ。なんだか今までと操作性が少し違うと思ったのに、やけにすんなり動かせたのはそのせいなのね。つまり紋章機はパワーアップしたということですか？それってすごいじゃないですか。ですが一度出た翼が消えてしまったのはなぜなのでしょうか？その原因は今のところ不明です。翼が消えた際に性能の低下が見られましたが、これは限界性能を引き出した反動と思われます。そうだな、
あのまま行けば黒き月にとどめを刺すことができたかもしれない。翼の起動条件も現在調査中です。多分パイロットと機体のリンクが一定レベル以上に達することで起動するようなのですが、結局詳しいことは何も分かってないってわけね。改めて考えるとそんなものに命預けてるもんね、私たちって。私たち研究者にとっても衝撃的でした。紋章機とエルシオールにこんな秘密が隠されていたなんて。シャトヤン様がこの場にいらっしゃれば何か助言を賜ることができたかもしれませんが、今の状況では。はい、エルシオールもシールドの出力をはじめとする防御面が強化されています。攻撃面は強化されていないのか。ただでさえこの船は火力が足りないってのに。ええ、今のところはですが。実は書き換えられたシステムの中にエルシオールの追加兵装があることを示すデータが発見されたんです。船首部分に取り付ける大型のエネルギー砲です。これがあれば黒く月にも十分対抗できるかと思います。そんなにすごい武器があるなんて初耳です。その武器はどこにあるんですか。それについてはこのデータをご覧ください。追加兵装のデータとともに発見されたものです。この図面の中心部、兵器生産プラントとおぼしき場所にこの武器が眠っているようです。それについては私よりも芝王子の方がよくご存知かと思います。私にも確証があるわけではない。おそらく私はこの場所を知っている。それは白き月だ。ちょっと待ってください。白き月に兵器が隠されているとおっしゃるんですか。私も信じたくはないわ。でもこの兵器がロストテクノロジーだとしたら、それが白き月にあるのも不思議ではない。それにもっと信じたくないことだけど、図面を見る限り白き月は最初から兵器の製造が可能なように作られていた可能性があるわ。そんなはずないです。白き月が兵器工場だなんて。信じるかどうかはそなたたちの自由だ。だが以前シャトヤーン様から同じ図を見せていただいたことがある。そういえば私たちもこの見取り図にあるような奥の方まで入ったことはないわね。そうですわね。月の巫女の皆さんはてっきりご存知かと思っていたのですが、この見取り図にある区画はシャトヤン様から立ち入りを禁じられていたんです。だから白き月に兵器なんてあるわけが。信じるかどうかは自由だと言ったはずだ。そなたはどうだ、マイヤーズ。決定権は司令官のそなたにある。それはいいが、白き月とトランスバール本星に向かうとなるとエオニア軍の拠点に飛び込むことになる。
それはそうだな。タクトさんのお好きなように、私はどこまでもご一緒いたしますわ。Thank you.